どうもこんばんは、青さんの休日の青さんです。ついに発泡スチロールでビオトープが完結へ向けて動き出すことになりました。今回の対策でもし失敗をすれば完全リセットを行います。去年の秋頃に立ち上げたビオトープなので、私自身もリセットを行いたくないという気持ちはありますが、季節的にもこのままずるずると持ち越してしまっても良くないのかなと思っています。今行っているのは以前コメントでいただいた対策で、酸欠を防ぐために水草を除去しています。水草は日中光合成を行うことにより酸素を排出しますが、夜は光合成を行うことができず逆に酸素を取り込んでしまいます。ただ水草は水質の浄化にかなりの効果を期待できるので、除去のしすぎには注意が必要です。そして今回今まであまり訪れることのなかったアクアリウムショップに行き、いつも相談していない方へあえて相談をしてみました。すると発泡スチロールでビオトープに一筋の光が差し込むことに。今まで私が行った対策には含まれない全く新しい対策を教えていただきました。それはメダカが少なすぎると言われました。丸都市養魚場さんもメダカが少なすぎるのは良くないとおっしゃっていましたが、私のビオトープのサイズを大体ではありましたがお伝えしたところ、30匹は入れた方がいいとのことです。以前動画内で10リットルとお伝えしてしまっていましたが、もっと入ります。具体的な数値は測っていませんが、もしかしたら30リットル手前くらいは入るかもしれません。あと水合わせについても指摘を受けました。半分水を捨て半分水を足す、これを繰り返す水合わせか点滴法でもいいと言われましたので、今回は初めて点滴法で水合わせを行います。その他いただいたアドバイスとしては、導入してから2、3日は餌を与えないこと、まずは10匹導入し1週間以内にさらに10匹と徐々に増やしていく、ポツポツと落ちていき最後には1、2匹残るという出来事が続けば、いじめが原因ということがほとんどのようです。事実私のビオトープでは水から毒素はほぼ検出されず、完璧と言っていいくらい水が出来上がっているとは思っています。今回の動画では10匹のメダカを導入するところまでをお届けします。そして近々新たなメダカを導入予定です。ぜひ最後までご覧ください。
金銭的な理由もあり、メダカを30匹というのは正直厳しいと判断したため、まずは一番安価な黒メダカを導入しました。今現在メイン水槽にいる2匹メダカも30匹導入後に発泡スチロールでビオトープに帰ってもらう予定です。今回教えていただいたことは納得できる部分が非常に多かったので、かなりの期待値を持っています。近日新しい動画をお届けする予定ですので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あおさんの休日でした。ご視聴ありがとうございました。